になるとどうしても寒いからかこう体がぐっとカチカチになって、うん、なんか肩とかあちこち凝るイメージがあるんですけど、うんはい、おっしゃる通りで丸まって関節とか筋肉も全部こう内に入ってむくみやすくなったりとか血液の流れが悪くなったりとか何か痩せようとかするときっていきなりトレーニングのことを考えたりとかなるじゃないですか。そういう滞りを持ったまま筋肉をつけるのでちゃんとした血液の循環とか代謝がそのままの効果を出さないんです。まずむくみを取るってことからですね。むくみを取る、二の腕痩せたいっていう時もストレッチをされないままやったら余計に横にボワって広がる、怖い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 なんで必ずまずほぐすんですけど親指を脇に差し込んで持てるこの部分あ気持ちいい気持ちいいぐらいだったらまだ大丈夫です。で次は4本入れて親指前でクリクリこうほぐすと、でその後に必ずこの胸よりも高く手を上げて手首のあたりから血液の循環をこっちに戻す。でちょっとブラブラってするだけでとか、あとストレッチでこう伸ばす、こう引っ張るだけでもいいですね。ぐーっとちょっと斜め前にこの辺伸びてる感じします、ね、あ背中のこの裏、はい、なんせこの辺に溜まるんですよ。むくみやからってちょっと油断して掘ってましたけど危険ですよね。下半身もやっぱり流さないといけないんです。一番すぐ取り入れれるのはもうこうさすると、ももの外側とか前ってほとんどの人が張ってるんで、ちょっと熱く力かけながら痛気持ちいいぐらいでいいんですか。あ痛気持ちいいがいいです。やればやるほどいいです。いっぱいやろう。やっぱり後ろも伸ばす必要性があるので、かかとに中心を置いて足先を上げて膝裏もも裏に伸びが入るように体を傾けるだけでも伸びますし、でも家の壁に足上げて伸ばすとか、あと胸より高い位置にどんなところからでも足さえこうやって上げたら、あの血液の流れがこの腕も一緒で習慣になったらもう勝ちって感じですね。続けていくことが大事ですね。はい。